まあ意識だけではあれなんで、まあそこにやっぱり成分問われるとは思うので、まあそこはまああの1試合だけでいきなり精度高まるものでもないと思う。まあこれから自分がどれだけこうそこに対してやっていくかっていうことで変わってくると思うので、まあ、日頃の練習からやっぱりそういうところはどんどんやっていかなくちゃいけないと思いました。まあ崩しのバリエーションだったりとかそういうものはもっとこう増やしていかなくちゃいけないと思いますし、まあ、最後のラストパスの精度だったりとかっていうところも、もっと高めなくちゃいけないかなと思います。まあ、アウェーでまだ勝ってないので、まあ、やっぱりアウェーでの勝ちっていうのは、すごく重要になってくると思いますし、まあ、アウェーで勝つことによって、またチームもさらに良くなってくると思うので、まあ、やっぱり勝ちにこだわってやりたいと思います。